What's up, Jamato? マーゼン。オズワルド、ギアフィフス。わー、ありがとうございます。早い、早い。早いっちゃった、ごめんなさい。フューチャリング、エスクール&ラルフ。あー、はい、はい、はい。もうね、待ってたのよ、俺は。あの日から、俺はずっと見たくて見たくてしょうがなかったんです。この日まで我慢我慢。我慢に我慢に。ギアフィフスの、まあ、音源は聞いたんで、俺は。そう。リスニングパーティーで。ミュージックビデオだね。もう、なんと言って、ワンピースファンの俺が黙っちゃねえ。今回はマーゼン会になります。いやそうだね、全てのワンピースのよいしょよいしょ、小さいところ全部止めます。多分この動画見終わってるぐらいではみんなワンピース1巻から読み直してるかもしれない、うん、それがこの動画の真の目的かも、真の目的もうなんですかこれさむずいよね。ちょっとみんながどれぐらい見てるかわかんないんだけど、モハに関してはもうネタバレはもういい、もう大丈夫です。はい、あー2巻これもう2巻をかたどってる。でも完全にこれだからオズィだよね、これ。皆さん今日の動画は1時間超えます。超えるかもしれない、これマジでゴムゴムのから始まるんですよ。最後には一回変わるんですけど、まあそれはとりあえず取っときましょうか。これはまあまだまだ置いといてね。これゴムゴムのゾフィーが出たところで、これオズィーか。オズィー。それはメガネだから。メガネになっちゃうわ。ゾフだから。まあ、止め方食い気味だったけど、今のはオズィ多分彼覇王色持ってます。このシーンなんですけど、ちょっとこのあとこのオレディ音放つ、これ読めますか。まずこれサフランワン近いオズが歌ってるからね。ああなるほどね、それ聞いてるから今雰囲気で言ったらこれバジュラングガンって言うんですけども、はい、これなんですよ。この一番大事なのはこの紫色のこのバチバチ、これ覇王色なんですよ。これああ放ってると、これ放っちゃってるっていうことなんです。え、今回これでいいのシンプルに一回ワンピースは置いといて、メロディーやばいよね。メロディーやばいし映像やばい、うん、待って映像がやべえ。日本のラップでこの映像久しぶりだわ。本当にごめんね、映像もやばかったんだけど、ツッコミどころが多すぎて。いいですか、全部言っちゃって。これじゃあ、はい、まずムカウラフテルの前ここら辺なんですけど、これ完全に和の国ですね。これ完全に和の国なんですよ、はい、これ映像が、はい、これここなんですけど、これは多分カイドウか桃之助どっちかですね。それはあやかってます。これ竜オズィのね名前にもあやかって、これドラゴンの部分も含めて、これ多重ミーニング、ここは素晴らしいです。ここはまあ宴始まんぞっていうところなんですけど、これルフィの一番好きなのはこれ宴なんですよ。戦いの終わりに宴大好き、これも今日でもう笑い方、これ笑いが一番大事、宴がこれ楽しむのが一番大事だよっていうミーニングを含めてます。これこれエミはギアフィフスに入る瞬間のエミでして、これはこれからギアフィフスになりますよっていうこの象徴ですね。え、なんか止まってる間に前回読んだでも俺このシーンだけ知ってる。なるほどね、はい、間違いなんですけども、最も注目すべきは覇王色の覇気のこれね、バチバチなんですよ。こうバチバチバチっていうこれこの音なんですけれども、これを持ってる人がこう戦うと触れないんですよ。覇王色まとっちゃってるから、ここでもう当たってるんですけど、ドラえもんみたいな、ドラえもんみたいな感じになってるんですよ、はいはい、これでもし最強のパワーぶつかり合ったら雲晴れますはい、まあ分かったけど、分かった、ドラゴンボール的な、そう、はい、はなんか始まったそうですねファイアフォーシャーズなんですよ
これは俺知ってるぞ。これ知ってる。ジャスコは天使もやってた。これがニカです。ニカになったオズィです。これは。オズィが入ったと。これは素晴らしい。これは全ワンピースファンが発狂する、これ絵面ですね。以上です。以上です。はい。そう思い出した。そういえばこの人やばい人だったんだ。この人激しかったよね。この人危ないです。フロー受けやばい。やばいね。いつもどこに着く、時に見つめてる、天井にある趣味が自分と世界を物語る、ヒヤヒヤその領域に足を踏み込むトグロなら120超えたところ、いや掘っていく自分の奥、午前中に創作太宰の王様、素晴らしい。Aスクールさん、あなた素晴らしいよ。危険ですよ、あなた。イエローカード。いや、ベンチ温めた側だから。ああ、そっかそっか。じゃあベンチ側に出しとくから。温めてたベンチだけど、今はステージを熱くしてる。ファッシャー。坂をやってた頃、いつもの弱く溜めたベンチだけど、今は必要を熱くしてるこのステージ、溢れるってのが胸にあるとすれば、昨日から今日、今と行くよ、いつも Start with a トグロ、トグロ、点と点が繋がったわ。生放送でマゼンがAスクールに向かって、でもちょっとトグロっぽいですよねって言った瞬間、オズワールドがいや気のせいだよみたいなこう食い気味に言ってたんだよね。このこと、このことですよ。トグロっぽいでしょ。俺は分かってたよ。これを隠したかったのかな、多分。深みいくやん。もう小田っていう名前が出たら一回みんな深呼吸しよう。まあ俺勝手にだけど、これなんかインペルダウンなのかなとか思ってます。わかります。まあインペルダウンはまあいろいろパワーを持ちすぎていろんなものを手に入れたけど、極悪すぎてぶち込まれた人たち。ああなるほど。うん、まあだからそのパワー的な意味合いとかはまあそっちなのかな、その鎖の部分とかも。って聞こえたね。満面の笑みでね。と、ゾウになったラルフ。これワンピース関係ない。ゾウのキャラクターはいるんですよ。でも一つ、ズニーシャから。クソでけえゾウがいるんだけど、そのゾウの背中に国があるみたいな。で、ラルフがなっちゃったと。ラルフが多分それなんじゃないかって俺は思うんですけどね。数字つける金じゃない、覆して証明する騎乗だけじゃ終わらない、憎しみの先を知り慈しみ死んで、俺は十六角小説もなるはライバーなしだな。
カがいたんですよ。今月に黒いシルエットでこうやってなってる、あれはもう昔から言われてた信じる対象みたいな感じなんですよ、ワンピースの世界で。毎回そのシーンが出た時のその絵はあれなんですよ。で最近ルフィが本当にそうなったんで、あちんですよこれ本当に。これもう今興奮を抑えてたけど、これ頑張って、あのワンピースを俺が語るっていうのはメインじゃないからね今日はね。シェイ。なんでだろう、お腹痛いんだよな。あの今終わったんですけど、ちょいちょい触れなかった。あそれでも詰まってた。そう、それでもまだまだ結構あったんで、これワンピース大好きな人に言います。みんな一回深いとこ行って一から全部見てみてください。多分100個ぐらいあるかもしれない。本当に前革新メッセージとかもありそうだし、ね、そうそうそう、俺ちょっとそれ考察勝手に自分のチャンネル載せようかな、はい、この部分は30分は取れる、取れるね、マジで。この部分はこれがこうなってMV のクオリティ、これ素晴らしすぎる。国内トップクラス、これは。俺完全に俺はさ、ワンピースこれどこがあるかなみたいな感じで見ちゃってたけど、普通にやばかった、うん、全部が。ヒップホップの MV ここまで来たから。うん、これあとオズィがさ、本当にワンピース心の底から好きなの伝わるよね。うん、やばい。俺全然あの後ワンピースの話できなかったから、マジ話したいんだよ。後悔してるみたいです。後悔してるマジで。今が一番熱いのよ、ちなみに。知らないでしょ、今のワンピース。あの、まあニカが月に出てきたと。全然アマちゃんですね。アマちゃんすぎる、本当に。俺今実写版しか見てない。魚人で止まってるから。魚人、ああ、これ以上話さないでもらって。そうだね、そうだね。僕実写版派なんで。これ以上は多分俺の口にガムテープした方がいいかもしれないから。はい、まだ今、アーロン倒したところだ。ちなみに一言だけ言うと、それまだワンピース始まってない。始まってない。はい、ということで、オーズワールド、ディア・フィフス、フィーチュリング、エース・クール・ラルフ見てくれてありがとうございました。みんなリクエストがあったらコメント欄まで、上の高評価もお願いします。また次の動画でお会いしましょう。混ぜろいや終わってね、絶対まだ入ってない。あ、まだ終わってない、うん、オッケー、じゃあ全力で混ぜ混ぜのいくか。